アリアナ・フォンタナ、またはアリアンナ・フォンタナはイタリアのスピードスケート選手。500メートルのスペシャリストである。冬季オリンピックでは計6個のメダルを獲得している。2006年のトリノオリンピックでは3000メートルリレーで銅メダルを獲得し、2010年のバンクーバーオリンピックでは500メートルで銅メダルを獲得した。2014年のソチオリンピックでは500メートルで、 銀メダル1500メートルで銅メダルを獲得し3000メートルリレーで銅メダルを獲得した2018年のピョンチャンオリンピックでは500メートルで金メダル3000メートルリレーで銀メダル1000メートルで銅メダルを獲得した2010年にカナダで開催されたバンクーバーオリンピックでは500メートルで銅メダルを獲得した金メダルは中国の王網 銀メダルはカナダのマリアンヌ・サンジェレだった。1500メートルは準決勝で敗退し、1000メートルは準々決勝で敗退した。2014年にロシアで開催されたソチオリンピックでは500メートルで銀メダルを獲得した。決勝では韓国のパク・スンヒ、イギリスのエリス・クリスティとフォンタナの3人が交作して転倒した。唯一巻き込まれなかった。 リ・ケンジューが1着となり、クリスティが2着、フォンタナが3着となったが、クリスティが失格となったために、フォンタナが銀メダルを獲得したのである。ソチオリンピックでは1500メートルで銅メダルを獲得した。2018年に韓国で開催されたピョンチャンオリンピックの開会式では、イタリア選手団の騎手を務めた。銅オリンピックでは500メートルで金メダルを獲得している。 ありがとうございます。